はい、こんばんは、ネスです。チェイス・ザ・エクスプレスの続きやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、前回の続きいきましょう。4号車シュトゥットガルトからですね、まあ今回もかなり厳しめの状況で、終わってるんですけど、まあなんとかとりあえず回復を取りたいところ。まあ、アサルトライフルを手に入れたんで、弾数に関してはそこまでやばくないんですけど、回復がちょっと足りてないですよね。で、とりあえず大佐に電話しておきましょう。保護したはずの大使を見失い、しかも核弾頭の回収もできていない。現場の無能もあるが、これは何よりも司令官の判断ミスだ。モートン少尉、君には後で軍事法廷で証言してもらうこともある。これは君のためでもある。分かってもらえるな。モートン少尉、クリスティーナの通信は4号車2階で途切れたわ。彼女の安全を確かめて。4号車の2階、ここですね。あれ？ここで合ってんのやったっけな。いや、違う違う。ここ来て、で、何でしたっけ？ 6 号車のあの鍵手に入れたんですよね。だから、これよりも先。アイテム類、余計なもんは持ってない状態ですよね。ファイルもちょっと見ときましょうか。カーネギーさん、いらっしゃい。こんばんは。ありがとうございます。昨日の深夜、つまんない番組ばっかりでフレッシュに危機感を覚えた。まあそういう日もあるでしょう。卓上の書き置き。クリスティーナは預かった。女が心配なら機密 IC 回路を持って3号車両へ来い、今すぐにだ。まあここはあえて回路を持たずに行きましょう。3号車に来いと言ってましたね。スイッチはまあ一応買う予定ですけど、まあ、すぐには買わんかなという感じですかね。まあ、ゼルダはめちゃくちゃやりたいですけど、まあでも今ニコニコもフレッシュもどこもかしこもゼルダゼルダゼルダじゃないんかな。みんながやらんくなったぐらいに一人でこっそりやろうとは思ってますけど、ゼルダに関しては。まあ、特に HDMI 接続なんで、僕はあれですからね、実況も多分できないでしょうから。そうですね、隙間産業の割にはそんなに隙間埋めれてないですけども。3号車両やな。ゼルダめっちゃやりたいですね。JD さん、いらっしゃい。ありがとうございます。こんばんは。同じ時間に8番組がゼルダやった。隙間埋めれてないですよ。
でヘラクレスの栄光みたいなあんな神ゲーやっても普段と変わらん感じでしたからね。フレッシュデーも絶対ネタバレ踏まないように気をつけてる。めっちゃ見たいんですけどね。我慢我慢と思って、まあそのプレイ映像とか断片的にはちょろちょろ見てますけど、絶対初見でやる。それらも封印してる。3号車、ここあれか。あ、ここやな。ん？こっちじゃないか。あ、そうなんですか。僕はでもね、ゼルダあんまり、なんかゼルダって結構、パラレルワールドというか、その、ハイラルの歴史が3つぐらいに分岐してますよね。その中の1通りぐらいしかやってないんですけど、僕は。まあ、偶然たまたまその時系列にあるやつを連続でやってるというだけなんですけど。オイス、いらっしゃい。ネスファクトリーオブエア。ありがとうございます。ロックされている。ゼルダシリーズ一度もやったことなくて、友達に聞いたら、うちら世代には神ゲーだろうと言われた。まあ、ゼルダは神ゲーですよね。あれ？ここ前ロック開けなかったでしたっけ？あ、ちゃうか。こっちか。このゲーム神ゲーですよ。八個目さんいらっしゃい。これがメタルギアハザード6です。まだシュツットガルト、なんとしてでもクリスティーナを救出せねば。ボディルギアハザード3号車1階。さあ、この辺からですね。あ、そうそう。あ、そうや。で、あの謎を解いてないにはまだ。そういや。ここまで来たのはいいんですけど、カードキーとか入れる場所がないんですよね。あ、カードキー入れる場所はあるけど、ドアロック解除できてない。これがファイナルドラゴンモンスターですね。そうそう、ここ。ここは開けんとダメなんですけど、カードキーがなければ開かない。IC チップを持っていかなければ。はい、じゃあやっぱりあれやな。あ、もう超えましたね。初回の分は。でもやっぱり段数も回復もちょっと足りてないぐらいです。まあ段数に関してはアサルトライフルを取ったんで、だからボリス戦後にね出てくる雑魚ってほとんど弾も回復も落とさないんですよ。だからそれが分かってなくて、まあ回復とか弾取ろうと思って無駄にザコ撃ちまくって弾切れを起こす。まあ今回もそうやったんですけど、まあこれが分かってさえいればその余計な敵を倒さんで
いいんで、次やるときはもうちょっと弾も回復も残るかなっていう感じはあるんですけどね。結局は IC チップ持っていかなあかんのか、渡してなるものかと思ってたんですけど、一番近いのあれあそこにあるんでしたっけ、預かり所。まあ周回プレイ必須みたいですからね、どうやら。詳しいことはわからないですけど、ここビップルームでしたっけ。まあいいや、ちょっと時間かかったかもしれんけど、ここで確実に。光ディスク、カードキー、シガレットケース、あれ IC チップってなかったでしたっけ。あ、これか、これだけ持っていきましょう。ディスクもいるんかな。まあでも何やら、さらわれたフランス大使も、なんか、裏で、なんかやってそうな雰囲気はありましたよね。この任務の真の目的みたいな。謎が謎を呼ぶ。これはライバック上等兵。いらっしゃい。ありがとうございます。これがあれです、何やったっけな名前、ジャック・バウアーですね。 WBC 見てました。コックが強いわけないだろう。ナイフピューンって投げて、さっきのところ上行っても何もなかったっけな。まあとりあえずこのエレベーター乗りましょう。まあでも WBC も今日はまあ良かったですけど、今後どうなるかって感じですよね。特に投手陣、来た、黒幕は貴様か、気づくのが遅すぎるぞ。あのボリスを倒した腕は認めるがね。やっぱり奴とは長い付き合いだった。さて、IC は持ってきたか。クリスティーナを話せ。銃と IC を床に置いてもらおう。こっちへ蹴るんだ。彼女を話せ。どっちが優位だと思っている。うわっ、こいつは。待て、大使、弾が当たったのでは。
メットをかすっただけだ。不覚だった。よりによってメイソンが黒幕とは。大使を確保。 IC は敵の支柱に落ちましたが、心配いらない。彼女が簡単にやられるわけはない。そうですね。最初を助けてくれて感謝している。そうだ、お嬢さんがこれをお守りだからと。彼女を助けることができるかも。ついてきてくれ。大使はやっぱり何らかの、あ、回復きた。やったぜ。ストームトルーパーに化けてここに隠れてましたね。ビリー・マグワイアも死んでしまった今は、もはや大使とクリスティーナしか仲間がいない。これちょっと一発使っときましょうか。もったいないかな。ギリギリまで我慢するか。これでもちょっと頑丈そうな装備ですよね。放射能防護スーツだ。使えそうなものはない。使用での持ち出しは固く禁じるみたいなことを書いてありましたね。そういえば、そうですよ、これ映画化したやつ。ズレ太郎さんいらっしゃい。スコープを入手しますか。これコンバインできるんちゃいます。アサルトライフルに。スコープ、アサルトライフル用スコープだ。組み合わせれば標的を狙いやすくなる。組み合わせるしかないでしょう。カチャ。そして回復。あ、違う。あー、またこれか。モーツァルト、アンドレ、ベートーベン、ヴィンセント、シューベルト、ニキータ、指揮者ボリス、観客フランス大使、演奏脱出。リクさんいらっしゃい、こんばんは。なんかね、譜面を見つけてるんですよね。これ多分1回目のプレイでは譜面は出てきてなかったんですけど、多分あれなんですよね、ビリー・マグワイヤーを倒したじゃない、助けたから変わったんか、ちょっとわからないですけど。平日の僕は久しぶり。ありがとうございます。演奏プラン A、モーツァルト打楽器を入手後、プラハかベルリンにおいて劇場で合流。この辺が、あ、で、観客がフランス大使って言ってましたね。で、S 席チケットを打楽器に移し演奏。打楽器を捨て、管楽器で演奏。ボリスより。演奏が脱出。ってことはやっぱりフランス大使もなんか悪いんかな。これボリスとなんかつながってそうな気しますよね。観客を眠らせ弦楽器で演奏。弦楽器を捨て管楽器で演奏。ボリスより。全く得意ない。まあとりあえず今あれを見てるんで、全体を見て、あとはね、どこやったっけな。アンドレ、ヴィンセント、ニキータ、この辺。ちゃうな。メモ必須。アンドレイ・ミハルコフ、ボリス、ニキータ・アンドロポフ、この辺やな。あとはヴィンセント、ヴィンセントがどっかに
証拠用ファイルホルダー来ました。さんいらっしゃい。横になります。寝ながら仏のような顔で見守ってください。ロモアンドシェリー鶴太郎さんはもう寝ますか。おやすみなさい。あれどっかに役割分担表みたいなのありましたよね。あ、これか。ダニエル・マカパイン、ヴィンセントなんて名前はどこにもないですね。演奏が脱出。まあいいや、とりあえずは先に進んでみるか。プラン A、プラン B とありましたもんね。ここにもエレベーターが。これは階段か。こういう行く必要がなさそうな通路にもアイテムが落ちてるかもしれないので、一応回っといた方がいいですよね。最初のところか。お、電話や。モートン少尉、先ほど社内のセキュリティシステムから異常感知が確認されたわ。何者かが4号車2階の隠し金庫を無理やり開けようとしたらしい。しかし非常用ロックが作動して開けられなかったようです。おそらくメイソン、彼の狙いはそれだったのね。金庫の中には国家の機密情報が入っています。金庫は爆弾でも破壊できない構造になっているわ。開け方は大使しか知らない。なるほど。お、こんなところに天使の像のところまで私と一緒に来てくれ。場所は4号車の2階貴賓室だ。わかった。とりあえずついていこう。あれ、でもここ3号車次が4号車かな。あっちのエレベーターあった奥がカードキーの場所ですよね。あ、もうそんな普通の服着てる大使いつの間に着替えた。てかこっちも上行ってなさそうですよね。これ一回上行くか。行きましたっけこれ。恐竜さんいらっしゃい、こんばんは。あ、ここ来てないな、多分。こんな見覚えないわ。バッテリーが並んでいる。変わったところはない。回復薬ぐらい置いといてくれよ、ここ。おそらくハッチの鍵がないんで外には出られへんかな。あ、出れる。
4号車外、まあこの辺は何回も出入りしてるか、改めてアイテムが落ちてるってこともなさそうですよね。まあとりあえず大使を追って貴賓室行きましょう。このブルーハーベスト号、どこまで隠し部屋や隠し金庫を備えてるんでしょうか。はい、というわけで、ニコニコの方残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。続き次枠でやっていきたいと思います。お時間ありましたらまた見に来てくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。フレッシュレスファクトリーオブエーを見に来てくれている方はそのまましばらくお待ちください。次枠取りたいと思います。とりあえず貴賓室の下まで行くか。 VIP ルームの、よし、おお、列車をなぜ機密の塊みたいな仕様にしたのか、軍事用列車、軍用列車、まああの暗号をどうするかですね。よし、はい、それでは続きやっていきます。早く行こう、この上だ。来ましたさん、いらっしゃい。寝かせろ。待てよ、大使、あ、先に行ってるな。大使と落ち合うみたいな。2個目さんいらっしゃい、3個目さんいらっしゃい、ありがとうございます。そう、これがコールオブデューティーですね。いわゆるコッドと呼ばれる。奴は大変なものを盗んできました。気な臭い旅程になりそうだ。無理もない。国際情勢にしろ、この列車にしろ、どこのテロ組織が襲ってきてもおかしくない状況なのだ。おっぱいには気をつけろ。ケギさんいらっしゃい、こんばんは。おっぱい出るんですかこれ。それはママチャリのカゴ？いや、それよりも今は心配すべきなのはフィリップのことだろう。パリにさえ着けば家族にも隠してきた任務からようやく解放される。出ない。カトリーヌ・ジェーン、すまなかった。愛しているよ。どうか旅の無事を祈っておくれ。フィリップはフィリップ・メイソンですよね。今心配すべきなのはフィリップのことだろう。この隠してきた任務、そして、
ラテル注意に申していることを。だからボリスとかはつながってるっぽいですよね、このテロリストたちと。指揮者ボリス、観客フランス大使、演奏が脱出。セガールの、あ、セガールの名台詞か。ゴン太のイメージしかないですよね。昔、沈黙の艦隊と、何でしたっけ、暴走特急でしたっけ、暴走列車やったっけな。あれは、ちゃんと見たはずなんですけど、全く記憶にないですね。内容とか、戦ってるシーンぐらいしか。暴走特急でしたっけ？ほぼセガール。モーツァルト打楽器を入手後、プラハかベルリンにおいて劇場で合流。あ、大塚明夫の名台詞。観客と S 席チケットを打楽器に移し演奏。打楽器に移し脱出ですよね。大使と S 席チケットを打楽器に移し脱出。打楽器を捨て管楽器で脱出。列車を捨てヘリで脱出とか、そんな感じですかね。ボリスより。ベートーベン打楽器で教会を出発し、いや、弦楽器で教会を出発し、チューリヒかリヒテンシュタインにおいて劇場で合流。あ、っていうかあれかな、あの、ボーガン男とかさ、あれかな、火炎放射器マンとか全部、あいつらか。これかな、アンドレイとか。ボリスは、あの、金髪のポニーテール。でも、誰がどんな武器使ってるかみたいなのもないですよね。ヴィンセント・ロッサー。欧州へ潜伏中。ミンスク第二空港で。まあでも今のところこの情報だけではわからないっぽいですね。やっぱり。でもなんか大使も怪しい気するな。二重スパイとか。フィリップのことが気がかりって言ってたんで、あいつの裏の顔も知ってそうでしたよね。秘書官のフィリップ・メイソン。大使は一体どこへ。このペンダントは鍵になっている。台座に切れ込みがある。そこに鍵を入れるんだ。証文照合。説明はできた。これで奴は交渉に応じる。奴を追いかけろ。ブーブンちゃんさんいらっしゃい。こんばんは。奴を追いかけろ。リスクを取りますか。はい。機密ディスクを入手しました。隠し金庫だったのか。そうまでして守る機密とは一体。貴
様怪しいなってまたやりたいんですけど、弾もったいないんでやめときましょう。ディスクを持って15号車へ、クリスティーナを助けるんだ。でもう一個の光ディスクも謎のままなんですよね。光ディスクだ。重要なデータが入っているんだろうか。中身見たいな。でもとりあえず15号車に行くしかなさそうですね。外に出て一気に行った方がいいか。大佐に電話してみよう。こちらスネーク。秘書官フィリップ・メイソンの情報が入ったわ。経歴の巧妙な改変、抹消。彼とロシアンマフィアとの関係がロシア当局に確認されたわ。秘書を隠れ蓑にした密輸ブローカーだったのよ。狙いは美術品、いえ違うわね。彼の狙いはおそらくブルーハーベスト号が運搬している機密情報だわ。彼はそれらを奪ったらヘリで脱出するつもりのようね。16号車のヘリを確認して。でも15号車へ向かえって言ってたしな。ジュードローさん、マコツです。いらっしゃい。なんで僕がジュードローってバレたんですか。ずっと隠してたのに。10個目さんいらっしゃい。いやこっちじゃないや、外から行こう。耳で。目元で分かった。確かに青い目をしてますからね。うわおるやん。びっくりびっくりびっくり。頭を似てる。回復ぐらい落とせやこいつら。やっぱり後半になるに従ってザコが全然アイテムを落とさんくなりますよね。あ、頭は似てるって髪型のことか。髪型はちゃいますね。ジュードローはかなり着てますけど。上にも敵来てるかな。この BGM が鳴ったらあの敵の配置リセットされてそうな感じですよね。神ある設定。そうですね、髪の差が男の絶対的差ではないことを教えてくれる。むしろ髪の毛は多い方ですね。このうち全部抜けるかもしれんけど、びっしり生えすぎてて苦労してきたタイプの人間ですね。あ、そうか、これやったらあそこ抜けれへんのか。ミサイル発射台があるからジャンプアップしていきたかったんですけど、飛び移れそうにない。やべ、あぶね。端っこあるこのやめよう。草でもいいから生えてほしい。
回復1個っていうのが心もとないな。っていうかもうこれはラスト付近まで来てそうな感じはありますね。おるおる、バカめ。どのタイミングで出るか。で、こっちまで来ないですね、あいつ。多分。あれ？消えたな。あ、戻ってきた。あ、後ろから来そう。大丈夫か。あぶね一発食らったもうこれ使うしかないな。よし、これでまあとりあえず全回復、回復落とさず。これでも100何発あると言っても油断はできないですよね。とりあえずハンドガン用のマガジンでも拾えたらいいのにな。おるやん。しょうがない。あかんかんかん、あかんかんかん。待って待って、やられすぎやろこれ。あ、よかった。あ、マシンガン用か。せっかく使ったのに食らいすぎたな。これアサルトライフル貯めた方がいいですかね。これはトイレじゃないか。そうや、メモリーカードブロック開けといたらよかった。もう多分これ以上上書きしたくないんですよね。うわ、おる。ん？さっき見えとったのどこにおるの？後ろ向いてんのかな？当たってないこれ多分。やべ。当たってない。突っ込んだ方がいいかな。どっからや。あのイベント前からですかね。ディスクを取って、
ディスクを持って15号車へ、クリスティーナを助けるんだ。まさかクリスティーナまでぐるってことはないよな。ぐるやったらあの女もう峰富士子級ですよ。やばいやばいやばい、ちょどこ向いてるか分からへん。これクソ、さっきよりもひどい。しょうがない、ワンボタンでリロードできたらいいんですけどね。で、あの監視ロボ、あいつを撃たなあかんねんな。これ一回下通っていきましょうか。下通っては無理かな。さっきは屋上に、屋上というか電車の上へ通って戻りましたけど、下通っていったら無駄に弾を使ってしまうか。おるおる、最小戦闘回数で行けるルートを開拓していかんとダメっぽいですよ。これでターゲット出へんのおかしいって。ちょちょちょ、ハンドガン用マガジン、まあでもこれが出るってことはあれか、こっちのルート行った方が良さそうですね。まあちょっと暗いすぎですけど、これあれあれ、ちょっと待って、これ間違ってるかな、逆来てないですかこれ。間違ったな、反対来てるか。しまった、反対やこれ。まあでもここまで来たらハンドガンの弾取れるってことですね。どこで間違えたよ。あ、ここか。そうか、じゃあこいつら戦う必要なかったってことですね。
1回目はあのはしご登って外行こうと思ったから、あれか、戻ったんか。じゃあ無駄な戦闘2回は回避できるってことやな。こっちから行ったら、誰、あっ、うそやん、ごめん、撃ってもうた。6号車の2階実験室に忘れ物したんだ。あったなあ、あの毒ガスが出る実験室。そんなこともあるんか。情報を言うから撃たないでくれ。でも結局はあいつも撃ってきましたよね。6階2階の実験室。18個目さんいらっしゃい、こんばんは。やってます、メタルギアハザードやってます。新エンディング、まあ多分周回プレイ必須みたいですから、何回もやらんとダメっぽいですね。ここじゃない、実験室はこっちか。ガスは切れているか、切れてるよな。忘れ物をした、これか。来てる来てる。There he is. え、あやばい、くそ。そういうことか。まんまとやられた。あいつてっきり入ってきて戦うもんやと思ってたのに。まあいいや、さっき弾無駄にしたんで。ちょろい。あれ罠やったか。21個目さんいらっしゃい。ここ終わってから一回セーブしとくか。ちょろすぎましたね今の。あの撃たないでくれって言ってたやつもグルや、グルというか、もう最初からあれ狙っとったってことですよね。誰も信じられない列車の旅。これでいいか。24個目さんいらっしゃい。いやでも さっきのあの実験室でも一回入ってきた時にすぐに撃ってたらいけてたんかな。
でもなんかハンドボムだけっぽいですよね、忘れ物って。これこっちでよかったやったけど、実験室の机の上に置いてあったのは手榴弾っぽいハンドボム。忘れ物したんだ。バカ。そして実験室。はい、というわけで、ニコニコの方残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。次枠でやっていきたいと思います。お時間ありましたらまた見に来てくれると嬉しいです。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。とりあえずさっきのあの実験室まで行きましょう。こいつは後で倒したらいいか。フレッシュの方はそのまま引き続きやっていきます。枠移動ありがとうございます。続きやっていきます。さあ、どこまで行ったらあの敵が入ってくるか、こうするか。あれ、敵が来んな。ハンドグレネード、いきなりスイッチ押されるかな。よし。しかしアイテムは落とさず、実験用具は置かれている。こいつも未だに倒れたまま。この部屋に入ったのだろうか。バカなやつだ。思いっきり踏んでるけど。苦しんでますね。結局これだけか。まあでもこのハンドグレネードが後々僕の命を助けてくれることになろうとは。
長女さんいらっしゃい。ありがとうございます。向こうまで追っかけていった方がいいかな。こっち戻ってきて振り返ってから追っかけるか。あー、くそ、蹴り入れられた。使っとくか。あと一発ぐらいの蹴りやったら耐えれそうですけど。ここでセーブしとこうかな。どうしようかな。ブーブーちゃんさん、ありがとうございます。広告10ドローのゲーム配信。やりました。どこ？あ、これか。地声聞きたい。5個目さんいらっしゃい。こんばんは。あー、間に合わんって。やっぱりこれバックステアと走り抜けるしかないですよね。これ強すぎるわマジで。あ、おやすみなさい。ありがとうございました。よっちゃんさんかな。こいつの対処法がようわからんな。停止会警備タイプかなこれ。ありがとうございます。音響赤外線温度の各センサーによって人体を察知します。休む間もなく撃ってくるんで。絶対に削られるなぁ。で、前回どこでやられたんでしたっけ。あ、そうか、あの箱あるところ、箱あるところで雑魚敵が見えへんで撃たれたんですよね。これも突っ込んだ方がいい。もう角度が悪いんかあの至近距離で撃ち合う。もうちょっとこう壁に隠れて撃てるとかいうアクションがあったらよかったんですけどね。10個目さん、11個目さんいらっしゃい。ありがとうございます。距離80センチでかわし合う戦い。どっちもあーってなってるんでしょうね。とりあえずでもあいつ、あの、警備ロボの処理を、でも近く行ってハンドグレネードやるにも、撃たれまくる感じですよね。どうしたらいいやろな。とにかく視界が悪いんで、このゲーム視界が悪いというか視点が悪いな。
あとは弾数がとにかく少ないんで、どの敵がどのアイテムを落とすか分かってないとかなりしんどいですよね。忘れ申したんだ。スコープつけん方が連射性能いいんかな。自転車ですれ違うときに右に行くか左に行くか迷うやつ、普通に歩いててもようありますよね。あみたいな。もう一回あの実験室で入らなあかんか。やっぱりあそこを越えたところでセーブしておくべきですね。ていうかアイテム行き過ぎひんだら敵出てこんかもしれんなこれ。あーやっぱここまで来たら出るんか。やべ、ちょ出た。くそ、なんであそこでつまんねん、ローリングしたのに。遠近感ではあのテーブルの向こう側に転がっていく予定やったんですけどね、実験台のあのテーブルに引っかかってローリングできませんでした。あそこ一発ローリングしたらちょうど敵の真正面に行くんですけど、っていうかこれ大佐から電話あった後でしたっけ。16号車のヘリ自分で電話せなあかんか。困ったら大佐に連絡。でも某ゲームのように親切にはヒント出してくれないですよね。撃っちまうか。この超至近距離で。それかハンドグレネードをもう飛ばしていくかやな。
から行ったら、さっき普通にここ調べてから敵来たんですよね。ほらほら、やったぜ。敵来る前に。出てくることないかな。あいつ結局アイテムも何にも落とさないんで、戦うだけ無駄なんですよね。これは外に出る道か。ん？こっから上行ったら壊れてるんかな、これハッチ。あ、でも誰かあれでしたよね、マシンガン用マガジン落としましたよね。そういや、あ、やっぱり結局行かれへんな。一緒や。そうやそうや、一番最初この6号車のこっから入ったんですよ。よし、これ今まで回復使ってないんで、ここをセーブしましょう。あ、ここセーブないところかな。あ、あった、よかった。で、ハンドグレネード預けとくか。セガールと聞いていらっしゃい、15個目さん、ありがとうございます。ほぼセガールですからね。マシンガンのマガジン誰が落とすんでしたっけ。あ、そうか、あのロボットか、警備ロボット。てかここのボムでやられるかな、この体力やったら。ん？ちょっと待てよ、こっちから行ったらどうやろう。でも結局あのミサイル発射台が邪魔で、上は歩いて行けんかな。主北でいらっしゃい、ありがとうございます。こんばんは。あ、あー、あー、やったぜ、命の救命キット。壊れてるんかな。あ、ハッチが故障してる。これでちょっと命ながらえたな。問題はこの残り体力で使うか、一発分我慢してギリギリの時に救命キット使うか。一旦戻ろう。
この節約が後々響いてくるはず。これ食らうんか。今ちょっとでも斜め向いてたんですかね。あ、こっから撃てるか。バカめ、お前の弾はこちらには当たらない。やったぜ、こういうことか。アサルトライフ強いですね。罠っていうか、どうしようかな、これ。こっちも探索するか。さっきみたいに一回行ったところでも救命キットが落ちていることがある。しかも今日ね、ここで見られへんか、あのスコープ拾って、スコープとコンバインしてるんで、多分遠距離の命中率も上がってると思うんですよ。コンバインできたんで、ちょっとせっかくなんであれですね、自演広告しておきます。広告してもらったんで、ゴルチケゲットのために。これでいいか。割引クーポンしか当たれへんだ。ああ、間違えた。ちょ、やばいやばい、あぶね。あ、女子大生さん広告来ましたね。ありがとうございます。まあ僕なんですけど、これでゴルチケゲットしました。よし、じゃあ、あいつの倒し方も分かったんで、ここセーブ、あ、ここセーブないか。そうそう、ニコ生のやつですね。あのニコニコはゴールデンタイム1番組延長するのに500円かかるんで、放送するのに500円、そして30分の延長に500円、さらに500円かかるんで、あのなんかたまに配ってるんですよね、その広告チケットみたいなの。それが2000ポイント貯まったらタダで1回だけ延長できる券を くれるんですよ。だからそのために今 GN で広告しました。ニコニコはとにかく金がかかるんですよね。体力に余裕があるとこんなにも
そういえばマシンガンのやつ取りましたっけ。あ、下田、あ、調子に乗ってマシンガンのマガジン取るの忘れてる。これどこでセーブしたんでしたっけ。今そういうとこ自演広告なんてしてる場合じゃなかった。いやでもあの多分扉入ってもうたから一緒です、一緒なんですよ多分。うっかり女子大生。あ、ここでセーブしてもうたな絶対。いやセーブないかって言ってましたっけ。ちょ一回やられるか。セーブポイントないですね。ちょとりあえず一回突っ込んでやられてもいい覚悟でいきましょう。そういうところですよね。なぜ最新の注意を払わない。リセット。まあでもせっかくなんであの先を見てからやるならやりましょう。ここに来るのも久しぶりやな。ね、こういうのがおるでしょ。こういうバカが。2発で倒せた。いや、まだおるんか。あ、でもこれ弾、落とすな。急に楽なようになるんかな。とことんぷよぷよみたいに、ある一定のレベルまでめっちゃきついけど、レベル上がったら急に楽になるみたいな、そういう感じですかね。テトリスもそうですけど。だってこれやったら、普通やったらハンドガンとマシンガンも弾補充できたってことですよね。あ、絶対これ機械のあれおる。キュイーンって音鳴った。絶対セーブせんとこ。ほらほらキュイーンってなってますよね。絶対さっきみたいなやつがおるはず。ここにあれ違うか。これ撃てるんですかね。どこまで行ったらターゲットなるんか。うわー、あ、そういうこと。お、回避できましたね今バックステで。こいつはあれか、想像してたんとちゃいましたねこのなんか目みたいなとこからレーザー出るんかと思いきや単純にバカめ。華麗なるバックステのおかげで無傷で。あれちょっと食らったかな。そうそう、ある程度苦労せえみたいな。アメとムチみたいな感じですよ。めっちゃ厳しかった後に急に甘くなる。これもこれ上乗っていった方が良さそうですよね。でもあれ下降りられへんのかな。黒板消し落とし。上行ったらでもアイテム回収はできなさそうですよね。どうせやったら下の道調べてから行くか。下の道から行きましょう。まあ別にこれはやられてもいいんで。ツンデレ
ツンデレかな、ツンツンの方が好きやったりしますけどね。ツンツンをねじ伏せたい感じですね。あ、結局こっち上行くしかないんか。なんか来てる。あ、時間かかりすぎやこれ多分。そのおお、そのなんか、いや多分これ今分岐してもうたな。明らかにヘリ。ほらほら、スイス、チューリヒ。違うんかな。でプラン A、プラン B。スイス、チューリヒで合流かなんか。あれ？またヤバそうなやつ来た。分岐したんかなこれ。はい、というわけで、ニコニコの方残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。まあれですよね、さっきマシンガン用マガジン取り逃したんですけど、とりあえず次枠いきます。とりあえずあのボスと戦闘してみましょうか。ラスボスみたいなやつ、多分これもさっきのあのファイルに書いてあったあれですよ、ファイルに書いてあったテロリストの中の一人。あいつも二丁拳銃でしたね。こっちもハンドガンの二丁拳銃スタイルで応戦するか。なんかでもスカウターみたいなのつけてましたよね。はい、というわけで、続きやっていきます。ちょっとファイルであの暗号を読みとくか。敵暗号文、モーツァルト打楽器を入手後プラハかベルリンにおいて劇場で合流、観客と S 席チケットを打楽器に移し演奏。まだまだ行ってそうな感じはありますね。演奏プラン B、 ベートーベン弦楽器で教会を出発しチューリヒかリヒテンシュタインにおいて劇場で合流。劇場が多分このブルーハーベストやな。で、観客がフランス大使のことを意味してるんで、大使を眠らせ弦楽器で演奏、弦楽器を捨て管楽器で演奏、演奏は脱出の意味だ。弦楽器が、あ、でもそれやったら劇場のあれがつかんな、説明が。管楽器が、まあ、多分ヘリですよね。ヘリで脱出。指揮者がボリスのこと。モーツァルト、アンドレ、ベートーベン、ヴィンセント、シューベルト、ニキータ。おそらくこのプラン B。
これやったらでもちょっとあれやな、遠すぎてダメージが入ってない全然。あぶね、ちょちょちょ、アサルトライフル、これはラッキー。これあのマシンガン用マガジン取らんでもいけそうですね。まあ、ボスでどんだけ消費するかわからないですけど、あ、マシンガン用マガジン取れた。じゃあもうあれいらんか、これコンバインしましょう。Take this. 後ろか。こいつも無敵時間ある。まあしょうがないか。いやでもこうなってくるとあれですね、救命キットまた足りひんようになるかな。弾数使ってでも遠距離で攻撃した方が良さそうですね。的が黄色の時、これどっちや、こっちか。あれ？こっちか。これはもう一回使いましょう。うわ、ここでも届くのか。まあ、そんなに食らってないですね。あかんかん。確実にまっすぐ走れるようにならんと。やっぱり食らうな。いやでもこれ40発か、結構貴重で、この次で、ここはセーブポイントなしか。これでももうすでに時間食いすぎなんかな。あれ、回復どこにあったんでしたっけ。この上やったっけな。この上じゃなかったですよね。はしご登っていったな、そういえば。死後なしか、ここは。この先か。
ここでもう一匹敵が。で、これでハンドガン。でも体力の状態がさっきよりも悪いですね。どっかで無駄に 1,2 発もらったな。あれ？あのはしごどこや？ここもあれですよね。もっと手前やったかな。っていうか、あ、取った後か。救命キット取った後ですね。二つあったってことは。でもうこれでセーブしておきましょう。ここ。さあ、これが罪データになるかどうか。で、さっきの思ってたんと違う警戒ロボ。遅れた。あ、大丈夫か。これでセーブしとくか。まあでもあと戦うことになるとしたら、あの秘書官のフィリップ・メイソンと、まあ、もしフランス大使が悪いやつであればフランス大使と戦うことにもなりそうな感じですよね。さらにはクリスティーナ、あいつだけは味方やと思ってるんですけど。裏切りは女の特権さってルパンが言ってましたからね、なんかの時に。いつ裏切られてもいい覚悟だけはしときましょう、あのクリスティーナに。これで外に出たらボス戦。ベンジャキさんいらっしゃい、こんばんは。そうですね僕も JD やから藤子ちゃん。あ、やっぱりこれどのタイミングで行っても、いやでも違うんかな。ここでやっぱり時間かけすぎてるから分岐してるんですかね。このシーンが入ったら多分分岐ポイントなんですよ。だからおそらくその新エンドとか見ようと思ったらスピードラン的なあれになるんかな。
まずはアサルトライフル用。やっぱりキャラによって耐久度が違うんかな、これ。3発で終わるときと、4発は撃たなあかんとき、同じ距離でも、違うときがありますよね。これ、向こう岸行ったらボスかな。ちゃあ、違う違う、ちゃうねん。ここここ。そんなしてくる。そういや、さっきなんかゴロゴロ落ちてきてたな。どうすりゃいい。距離取るか。危なすぎますよね。ブーブーちゃんさんいらっしゃい。ということは近距離で戦った方がいいってことかな。電車壊れますよね。ただ近距離やったらあいつのなんかブラスター銃にやられそうやしな。地形を利用してきた。しかも登場シーンでなんかあの隣の木をめっちゃ撃ってますからね。衛星中立国でこの暴挙ですよ。スイス・チューリヒ。いや、あっちのあの電車の陰に身を潜めて遠距離から撃ちまくるという作戦ええなと思ったんですけど、落石を使ってくるとは。いや、今一発無駄に撃ってもうた。このボスがあのメタルギアの電気ビリビリするやつの元ネタですね、おそらく。これでマシンガン60発。近づくか。
うわ。近くでも岩落ちるん。どうすりゃいい？じゃあ。どうしろと。狭いから戦いづらいな。あ、こいつあれや、両手が義手の男っていてましたね、あのファイルに。でも今みたいな戦い方してたら なんとかいけそうな気がする。なんだかいけそうな気がする。この寝る前にこんな白熱したバトルしたら興奮して寝れないですね。何しようとしたんだっけ。ファイルか。要注意人物。あれ？ちゃうかったっけな。義手の男がおるとかって、あれ夢かな。普通に銃持ってましたっけあいつ。でもゴロゴロローリング作戦でなんとかかわしていくしかないかな。多分空に向かって銃撃つタイミングであの落石ですよね。ローリングで避けながら撃つことを、まあローリングしてパッて立って一発撃つですぐローリング、また逆にローリングとかってそういう感じですね。ただやっぱ敵のね、無敵時間があるんで、無敵時間プラスあの、ボスはひるまないんですよね。うって。直立不動のままダメージは受けてるみたいな感じで。雑魚敵やったら、ううって言って連続でダメージ与えられるんですけど。急にモンハンに変わる感じですね。ボス戦のみ。だ確実にヒットできる一撃を打ってダメージ重ねていくしかないみたいな。前後運動が難しいねんな。ローリングとしゃがみしてたら。あ、今無駄に一発食らった。しょうがないか。これでボス戦用にしっかりと準備。回復は使わんでいいか。でここに渡ったらボス。
あ最初の一発目食らうみたいな。うわ遅いか。タイミング。そう。てかバックステージじゃ絶対あの岩を避けれないですね。前向いて走らなあかんな。でも多分今みたいな感じで戦っていけばいけるかな。最後のセーブポイントまで遠いな、これ。ボス戦まで。あ、しまった。先に拾ってもらった。また無駄な一撃を食らってるな。そう、隙が分からない。もっと離れるべきか。多分ターゲットがオレンジになる距離やと近すぎるんですかね。黄色の状態で打ち続けるか。いけそうな気がしないですよね。あの通常攻撃はローリングで避けれても、岩落とされるのが痛いですね。あれがなかったらな。
どっか確実に避けられる場所が存在。あ、そうや。ええこと思いついた。いやでもタイミング的に無理かな。とりあえず今日勝てへんでもそれだけ試しときたい。うわ、残り1分。もうちょっと時間間に合わなそうですね。はい、というわけで、ニコニコの方残り1分になりましたんで、ここまでロムって見てくれた方ありがとうございました。そしてコメントしてくれた方ありがとうございました。今日はこれで、ラスワークです。というわけで、また次回この続き、まあ、このボスに勝てるようにやりたいですね。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。そしておやすみなさい。フレッシュの方でちょっとだけ続きやります。ほな、またね。ありがとうございました。さっき思いついたことを試してから寝ましょう、今日は。やばい。また無駄に食らった。これ一回しょうがない。フレッシュに来たらいい。まあでも多分それさえ試したら今日は終わるかな。これでまずはボス出現させて、こういう方法。いや、これあかんかな。登るときに撃たれてる。でもダメージなさそうじゃないですか、これ。ちびちび食らってるか。この距離やとでも行ってこんかな。これターゲット黄色の状態。ほらほら、この上がってからがむずい。最後の一発。とにかくなんかダメージ与えたら、あの落石やってきてそうな感じですよね。ほらほら、あれ、なんで今落ちれへんだ。渾身の一撃で。これいいんちゃいます、作戦として。すぐ横向かれへんのみたいな。近づけるだけ近づいて
タイミング、タイミング、あ、タイミング、いやー、これもしょうがないな。はい、というわけで、まあなんかわずかながら光が見えてきた感じですけども、まあこれ今の作戦極めれたらなんとかなりそうですね。もっと他にもいい倒し方があるかもしれないですけど、まあ、できたらあれですね、次回あのボス倒したいですね。できるだけ弾を節約しながら。というわけで、今日はこれでラストワークにしたいと思います。避けるの優先でむずい。あとはあのぶら下がってよじ登った直後ですよね。あそこを横向きながらでもローリングして避けていく、避けながらあの方向転換じわじわしていって、もう一回その改めて近づいて重たい一撃を食らわせるかって感じですよね。ハンドガンの方が強いんかな。まあまた次回いろいろ試してみましょう。それでは、ここまでロムって見てくれた方、そしてコメントしてくれた方、ありがとうございました。お疲れ様でした。そしておやすみなさい。ほなまたね。